僕らの別荘。結婚した。結婚した。あ、星野源が。も。も。え。星野源も結婚したし、うん、あ、霜降り明星のせいやさんも結婚したし、うん、俺も結婚した。人生のだいぶ大きな転機をこんなにさらっといくんだ。まあそういうもんなのかもな。言うけど結婚した人言うけど、完全に1個上のステージ言うからね。うん、確かに俺らとは違うから。急になんか天井人に見えるわ。なあ、かっこいいなこいつ。かっこいい。すごいね。すごいね。信じられないよ正直。うん、まあね、もちろん我々はまあ知ってる、知ってたけども、うん、それは今見てる、見てくれてる皆さんとはあの立場が違う。ごめんなさい本当に。テッセイとは友達だし、はい、ね、はい、その結婚する前にも、ね、うん、付き合ってことも知ってるし、知ってる、そうそうそう、そうですよね、うん、だから皆さんとこう立場が違う、違うが話すも違うんですけど、まあ今一緒に皆さんと同じように喜んで見たっていう、そうそうそう、そ驚いたふりもして見たっていう、うん、下手だったぞだとしたら。もっとええー、だから結婚後なんて、あ、本当に、え、マジでだから、あ、そうか、そうか、おーとか言って、ちゃんと知ってたやつだ。下手。この前に、うん、僕結婚したんでその動画撮りましょうで始めた。そう、こんなに言ってる、俺も言ってる、俺も言ってる、全部バレてたよ、多分全部バレてた。あ、本当に、本当、あ、そうか、そうか、1回目聞いた時は俺はちゃんとええって言いましたけどね。1回目はね、1回目はね、その感じのリアクションしたなら分かるけど、ちゃんとね、まあ、なかなか、なんだ、お前。鉄製のさ、めでたいさ、報告なんだよ。だなのに、お前はさ、こう、ぶわーって、石井康平ここにあるんだよ。それ、今日ちょこちょこ言ってさ、もう、サムネが、もう、石井康平でございみたいな。ございってなんだ、バスまで言えよ。石井康平でございみたいな。ございってなんだ。オンステージ、みたいなさ、感じやめてよ。すごかったよ。確かに、それはそうだ。それはもう。めでたいんだから、この後生配信もするけどね。うん、だから、そ、ね、その順番的には生配信した後に多分、うん、そうだね、出るとは思うけども。まあ、生配信見てない人たちもたくさんいるだろうから。まあね、そういう人もいるだろうから、改めて。どうする、生配信でもいっぱい質問すると思うけど、うん、どう、こっちも質問する？いや、だって生配信はね、うん、消しますから。うん、ああ、まあそうか。うん、なるほどな。生配信と見てるリアルタイムじゃない人たちが分からないから、うん、絶対聞いた方がいい。それは、先生の、めでたい動画なんだよ。お前がこの、石井康平ここにあり。ここにありって何だよ。ここにあり。石井康平でございます。ございが一番腹立つんだ。ございって何だよ、途中コメントが。バスまで行ってくれって。今日は俺がございなんだよ。なんだ俺がございそう。俺のございなんだよ。それはそう。先生のございなんだからさ。そうそう、聞きたいよ絶対みんな、いろいろ石井康平でございじゃないだよ、ちょっとじゃあ、映像の、映像の聞こう、聞こうよ、映像の、映像の世紀、映像の世紀、映像の世紀って何だよ。見せられたやつ、見せられたやつ、見せられたやつじゃなくて、どういう方なんですか。改めてこうやって聞かれたの、どういう方、うん、まあ、俺らっていうよりはどっちかというと見てる人、あ、そうね、うん、まあ、一般の一般の、やかましいわ、やかましいわ、それは一般だよ、俺ら一般だろ、それは俺らが一般なんだから一般だよ、そういうのってでもいつも会社経営とか違う女子アナとかのやつ、違う、パチンコ屋の社長と結婚したけど違う、一般男性じゃないから、あ、違う、そういう一般じゃないから、一般の女性は違う、本当に一般の女性、一般女性、何してる方、うん、まあ、飲食で働いてる、うん、そうそうそう、めっちゃ一般ですね、めっちゃ一般、うん、普通に何歳の、同い年、あ、知らなかった、そうなんだ、そう、あ、そうなんだ、俺もそれ知らなかった、俺らも知らなかった、知らなかった、うん、なんか94年生まれ、94年、あ、そうなんだ、勝手に年下だと思ってた、うん、ね、俺ら会ったことあるのにな、全然会ったことない、全然、あ、俺タメ、タメ、あ、タメか、嘘、え、立派だね
翡翠と比べたら立派だ、確かに立派だわ、めっちゃ立派、立派だね、そう考えたらね。4人で会ったこともあるし。あ、どのこの4人でこの4人で、じゃあ5人じゃん、ね、じゃあ5人じゃん、この4人で会ったことあるじゃん、俺らまず先生の奥さん関係なくて、まず俺ら4人で集まって会ったりはしてるよね、あるよな、お前さ石井公園ここにありみたいな、やだ、違う、さっきの公園でございございじゃ腹立つな、やめろよ、ございの部分やめろよ、真面目な話してんだから、慣れ初めというか、確かにね、慣れ初め、うん、あ、まあその出会った経緯とか、うん、お付き合いに至る経緯、うん、だからその、うん、泣く泣くだった、ね、出会いは出会いで泣かないもんな、あんま出会いはあの、うん、なんか俺がよくその仕事するのに行ってた、うん、その、うん、カフェみたいなところの、うん、店員さんですよこれすごいんだよ、これがすごいよね、そんなことある、そう、そんなことある、当時も聞いてましたもんね、うん、このカフェに行ってて、うん、こういう子がいてさ、うん、みたいな、ちょっとついてたよな、ね、うん、あ、そうなんだみたいな、なんて気になってる、こういう、いやだからその、うん、いやなんかさ、カフェ最近さ、うん、あそこのさ、カフェさ、うん、作業するんだけどさ、うん、めちゃくちゃ店員の子可愛くてさ、うん、そうなんだ、うん、そんな話じゃん、別に、うん、と思ってたらさ、うん、ちょっとしたら西井公平ここにある、西井公平でござい、やめてそれ、エッセの口から聞きたいよ、うん、そんな詳しく聞きたくないよ、でも変ってかすごいよな、だってさ石井だってベローチェにそんな子いないもんね、ベローチェにそんな子いない、ベローチェにいないよな、ベローチェでやんねんだよ、大きい喫煙所しかないよな、大きい喫煙所、大きい喫煙所じゃないカフェなんか行く人ないよベローチェには大きい喫煙所しかないから、そこもタバコめっちゃ吸えるカフェだった、あ、そうなんだ、あ、タバコも吸えるし、はいはいはい、店員がまあ可愛いカフェがあるっつって言ってたね、そうか、そうそうそう、え、だからどうやって話しかけていいんだあ、なんかさ、やめて、自分で走り出すと、ごさいの発言、自分で走り出すとさ、冷めるからやめて、冷めるって言うだろ、楽しめるだろ、まだこれで、分かった、でも本当に大事なこと聞かないと、うんうんうん、すごい、これ大事、うん、プロポーズの言葉って、あるけどさ、確かに、なんて言ったんですか、確かにやったことないし。まあ、個室の、まあ、ご飯屋さんみたいなところに、その2人で行って、うん、あの毎日俺のパンツ作ってくれ、味噌汁だろ俺のパンツを、パンツさん洗ってくれか味噌汁作ってくれなんだよ、聞いたことね、なんでキメラ生み出しちゃうの、大変プロポーズキメラえ、言われた、そのえ、なんで毎日新品なのデイビッドベッカム洗い替えとかないのって言われちゃうもんな、それは普通に、うん、その結婚してくださいってあの、うん、指輪パカッ、うわー、本当一番ベタなやつ、うわー、21号の指輪だっけ、21号の指輪じゃない、こんなじゃない、11号わかんないけど21号、そんなじゃない、電話じゃない、それはあ、そう、違うか、そうそうそう、そうか、公表すんだ、しかも、あー確かにな、それかっこいいよね、俺黙っとくって手もあるんだから、全然確かに、公表はこれどういうタイミングなの、これもう席入れたみたいな、これ、あ、そうそう、席ほんと先週入れたから、おー、じゃあもう名字も、名字もまあもう手伝いが変わってることだよ、これもう、いやでもわかんない、今ね、うん、別姓とかもあるし、ね、別姓はないと思う、別姓、別姓、事実婚、事実婚の話だし、別姓はないよ、ないよ、まだないよ、別姓、別姓ありますよね全然私ね、それでいいと思う、わかる、わかる、うん、わかる、なんか二人のつながりっていうのは、うん、なんかそういう名字とかそういうことじゃない、何も言わないでおこう、うん、なんか、うん、私は別姓いいと思う、わかるやめちゃえよやめちゃえ、そんなんだろあーそう、ね、確かに、あ、いい、またまたいい質問思いついた、ね、あ、思いつくものだ、こういうのって保証人、あ、よく聞くよね、保証人になってる、保証人、保証人、保証人、うん、誰な、2人いるって言いますか、2人、まあ、かける、うん、うん、それも普通親、あ、普通そうなんだ、それ親、え、テッセの親2人、うん、あ、そうなんだ、あと、あの、うん、彼女の方、あ、なるほど、なるほど、あ、代表一名、彼女ってそう奥さんなのにな、奥さん、なんて呼んでるとかも聞いていいのかな、名前、名前が出ちゃう可能性も、名字割れてる、名字は割れてるそうだねよくないから、お前質問下手だな、ね、でもね、質問もあるわよ、何も言わないでおいてるよ、名前と名
名字別って全然ありだと思う。その二人のつながりが、その名字とか名前とかそういう書面とかじゃなくて、うん、なんかもう心でつながってればっていう意味では別姓分じゃありだと思う。わかる。時間返せ。時間返せよ、お前。でも確かに、でも別荘初の既婚者。そうよ。だよ。生まれたわけだ。早いしね。はい。何してんの、みんな。いやいや、違ってねえ。全く考えれないもん。違ってねえ。でも、もう、結婚式、まあ、やるやんないはわからんけど、うん、あるなら絶対呼んでほしいし。そうね。そうね。え、余興できる石。もちろん。何やんの？え、まあ、二択でしょ。え一個は？一個は、まずあの、亀さんトークでしょ。みんなやっぱ盛り上げた方がいい。そうだね。タートルトークみたいなやつね。うん、そう。もう一個は？は、あの、男性初のバレリーナ。全然それじゃない。その二択だよ、ね。バズったの、バズってんのそれじゃない。全然。協議会の中で。まだその、平林京都とかの、ね。いいとかがいい。うん、とかの方が。あれか、東京理科で出てプロ野球選手やった。それじゃねえ。それじゃねえ。絶対なわけない。なんでお前の余興キャラなんだよ。もっと出し物とかやんで、ね。もキャラ入れるっていう余興やんで、ね。そっか。出すのか。入れちゃってたか。入れても意味ないから。そっか、出すんだ。そうよ。あ、そっか、そっか。ゆくゆくはね、もしかしたらお子さんとかも生まれるかもしれないから。あ、全然したら、ね、名前つけますよね。そしたらもう人に優しくみたいなするから、ね。俺たちが育てて。うん、みんなに店に来たよ。斎藤五歳にしよう。俺のように五歳してほしい。願いを目立ちたがり屋のやつが生まれちゃう。五歳いいね。まあでも、おめでとうって言おうよ。ああ、確かに。まだ言ってないよ、ちゃんとは。そう、それはもう言おう、絶対。それは言おう。言おう。せーの。おめでとうありがとうかわいい。会の会みたいになっちゃった。なるほどな。生配信と見てるリアルタイムじゃない人たちがわからないから、絶対聞いた方がいい。それは、せーの、めでたい動画なんだよ。お前がこの、石井康平ここにあるよ。ここにありってここにあり石井康平でございます。ございが一番腹立つんだよ。